こんにちは。こんにちは。開かないです。何もできません。エニーが開かないと何もできません。暑いもん。そりゃ暑いよ。そりゃ暑いよ。ほんまに。出てきてよ、フローキングさんもちょっと前に。暑いって、俺見てギリギリ。そうかもしれない。え？俺もギリギリ顔隠れとるじゃろ。隠れてないよ。暑いよ。始まったもんこれ。始まったもんこれ。始まってますよ。あ、そうなの。何もできないんだよ。何します？何する？すげえ主張するじゃんこの人。すっげえ主張するよ。いいの着てんじゃん。七分丈ってやつでしょ、それ。いわば。どうしたんすか、どうしたんすか、急に。これなんか何気に、あれでしょ、チラチラ動画に出とって。ぶっちゃけね。気になってる視聴者さんもおったかもしれん。あれ、そんなん何みたいな。何も言ってなかったっすからね。言ってないね。言ってないでしょ。ただただなんか来とったもんね。作りましたー。ナイスステッカーではこのデザインもうすでにね、確かに、そうじゃ出させていただいてますね。先行で出しとったね。ですよね。すごいカラフルなやつですよね。だけどそれが T シャツになりました。うん、いいね。 T シャツ七分いいね。どうどうどう、いいよ。裏は何もない。いいいい、七分ってそんぐらいのデザインがねちょうどいいですもんね。夜ちょっと寒いしね。僕は赤を着てます。おお、いいじゃん。いいやろ。あともう一色グレー。グレーグレーグレーはグレーだけ白、ちょっとこだわりで。あ、そうね。ここにビルダーズとこのシンス2020の白を入れてます。ちょっとくっきりしてるね、こっちの方が。じゃけんそうですね、重たくなっちゃうね、グレーなんで。ベースがちょっとこだわりで色が一色多いです。おい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 、キャップなんじゃそのキャップは。なんこれ、どうしたこれ。お、ショルダーシャックって書いてあるよ。作っちゃいましょ。作っちゃいましょ。また勝手に作った。また作ったんか。また勝手に作っちゃいました。え、グッズで勝手に作るもんな。前の青木さんのに続き勝手に段ボール届いて勝手に作るもんな。やばいでしょ。まあ、あのショルダーシャックの元祖ステッカーねと、そのままオットーっていうそのキャップメーカーのを使わせてもらって。ええね、刺繍やん。刺繍やわ。すごいっすよね、ほんと。出来すごいっすよね、うん。しかもこれは2色展開です。でね、ここにもあった。いいね、黒。黒。かっこいいね。黒かっこいいよね。かっこいいよね。いや、最初グレー絶対人気で出るかなと思ったけど、黒も人気出そうな。かっこいいよ。どっちもかっこいい。そうそう。どっちもやばいっすよね。いいね。で、それを合わせた感じが。ガソリン屋の店員よ。野球部やちゃんとカブラーニと。いいね。いいね。いいっすよね、これ。あれ、あれよね。今回は、もうほんま秋。そうっすね。秋。ちょっと時期を合わせてね。うん、いろんなもんを作っていかんとね。いいね。キャップはちょっと声あったんですよ、実は。キャップ作ってよ、みたいな。あ、そうなの。うん。あって。いいね。いいよね。いいっすよね。この時期、まあ。まあ、この時期でも乗れるっちゃ乗れるよね。そうですね。バイク、はい、七分着て、うん、これも大事。ここをちゃんと調節できるんで、これ心配しないでください。フリーね。フリーなんで男女兼用、女性もちょっとこう短めにすればちゃんとかぶれます。うん。おい、またなんか出してきたぜ。あ、そっか、あったあったあった、やばいやばい。なんかどんどん今回作ってみた。勝手に作ったシリーズが多すぎ。勝手に作ったシリーズ。何なんすかこれ。これね、車検証入れ。いいね、車検証入れ。今までなかったじゃん、多分そういう、うん、まあね、お店行ってもないじゃん、実際車検証入れって。ないっすよね。いつもなんかあのジップロックのさ、大体、うん、渡されるじゃんね。あー、規制品規制品、なんていうの、保険、そうそう、保険登録した時にもらえる袋に車検証も入れてくれるんだけど、今回これショルダーショックの車検証入れ。しかも普通硬いっすもんね、住所、電話番号とかなんか書いてるっすもんね。そう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 、会社名とか。これもういいね、おしゃれな車検証。いいよね、車検証やっぱ持ち運ばにゃいけんけえね。ちょっとね、出した時にね、そうそうそう、めっちゃなんかおしゃれやみたいな。そう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 、あの変なビニールから出すよりかはいいかなっていう感じ。名刺も
名刺も入ります。なんか結構いい素材使ったっすよね。そう、触り心地がそうサラサラでね。匂いがまたいいよね。これ何匂いがいいんだよ。やばっ、きて今ちゃんとこう締めれるけんね、うん、でこうやってもう半分に畳んでカバンに入れるなりバイクに積載するなり。そうっすね、柔らかいですもんね素材が。同じデザインでいいじゃん。これ一色ですかね。これ一色すべて黒、うん、いいよ。そう、意外と需要あるでしょうからね。ね、ね、意外とああいうとこって、ね、欲しい方いるかもしれないですね。別に気にならんというか、ならんとこなんかもしれんけど、うん、ちょっとしたおしゃれよね、うん、そうですね。しかも意外とどこもこういうの出してないじゃん。出してない、そう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 、意外なところです、うん、おもろいかなみたいなですね。はい、以上。あと、あともう一個あるんだ。まだもう一個ある。何何今回のこれ、これなんか色出しとったじゃん、赤とかカラフルな、カラフルなん出しとった、ありましたね、今まで。じゃけど多分人気としてはやっぱり黒とか白が貼りやすいんかなと思って車に貼るんだったら、今までがちょっと派手すぎたけんね。白が見えん、白が見えんね、ちょっと見えんけど。まあでも白の方が使われやすいか。そう、白と黒でステッカーとしては。まあね、意外となかったっすよね、黒白。白子作ってなかったね、この前は、うんうん、もう派手なの方がいいんじゃねっつって、俺がちょっと突き通したけん、派手ななるほど。今回シンプルに、うん、白と黒。え、白貼ってみましょうよ。白貼る？いいよ。白、白、白、白貼ろうよ。貼ってみよう。これまた貼ってみよう、例の車に。あ、貼り方は？貼り方はちゃんとこう上の方をまず綺麗にしなくて、まずそう綺麗にした、これ拭いて綺麗にしました。乾かします。あ、待って待って、透明なシートにつけます。オッケーかな。透明のシートじゃない方を剥がすってことですね。そうそう、こういう風になるね。ちょっと透けてみるかな。見える見える。したらもうここはあと位置合わせてまっすぐでいいかな、うん、貼ります。まず端からね、こうやって。端からそうで、こうやって徐々に徐々に。おー、なんか慣れてるね、やっぱ。押さえて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 、空気が入らんように。ナイスナイス。こうやってそしてこうやって貼ると、で、剥ぐときはなるべくこう折って剥ぐ。ちょっと待って、これちょっと俺がね失敗作をねやってるちょっと待って、透明がもう一個あるけん。ああ、そういうことっすか。そうそう俺が失敗したけん、ね、これはまずこれだと違うけんね。本来は別これで終わっとった。そう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 、本当はこの透明だけ。おお、いいね。でこう、こう剥ぐのがいい、こうやって、うん、折って。おー、ほい、おー、ちょっと空気入ったね。ちょっとこれはいる。シンス2020ってどういうことっすか、今更だから。シンス、ショルダーシャックができた。おー、2020年。まあ、あの時は絵置き YouTube チャンネルでしたから。でしたねこんな感じ。いいじゃん。サイズ感で言うと、サイズ感はね、まあ一緒、まあ、あのカラーと一緒で、まあ、大体18センチ、20センチないぐらい。初期ステッカーはこんぐらい。初期ステッカーと同じぐらいだった。ちょっと大きいぐらい、この横があるぐらいか。高さは変わらんかな。うん、いいじゃん。ちょっと大きめ、大きめになるんかな。いいじゃん。いいでしょ。めっちゃ貼ってあるね、シール。これも貼ってあるけど。やばいね、結界みたいなショルダーシャックの車じゃない。やばいね。いいじゃん。ということです、今回は。え、いつ発売なんですか。いつ発売。9月2日金曜日、時間は19時です。19時、ベースにて。まあ前回みたいにまたね、買えなかったとか出るかもしれないんで、うん、いや、あると思いますよね、うん、本当に購入されたい方は。そんなに大量に作ってるわけでもないけどね。フォロー、やっぱりフォローしてもろうて。そうです、そうです、フォローしていただければ通知がいくけどね。そうですね、速やかに購入できるかなと思ってますので、ま
忘れないように、まあ、スケジュール帳に自分で入れてもいいけどね。そうですね。欲しい方はぜひ。七部は 2XL まで今回もご用意は、してます、うん、してます。いや大きさ感言ってなかったね。そういうサイズ感、サイズ感なんですけど、俺が167かな、うん、7のまあ普通体型で、これ L、 L サイズ、こんな感じ。どげん？ちょっと大きいけど。俺が動画で着てるのは M です。あ、こちらです。こちらです。大島ツーリングの時ね、うん、そうね。どっちでもいいかな、 M でも L でも。気持ち M は多分、まあ、L 着てない気は分からんすけど、袖がまだちょっと短い、短いかね、うん、で丈もまだちょっと短いぐらいかな、うん、多分。まあでもどっちでもいいかなって感じは。着方によるっすね、うん、まあどっちも OK。 君は？僕はですね165cm の中肉中背で中肉中背なの、ね、分かりづらいな、すいません、デブです165cm のまあまあなデブで XL 来ちゃってます。それはなんかいけるね。なんか座るじゃねえ。え、散々ディスったじゃないですか今まで。いや袖は多分変わらん、そんなに、うん、あ、袖はそんなあれですか。丈が長い、丈が長い、こっち、これ丈をずっと言って、あ、こっちか、うん、こっちが長すぎるって、うん、そういうことか。すごいね、袖は一緒なの。だって結構リトル、あ、間違えた、ドラゴンリトルって、いや、それ定着するの違う無理やり。ドラゴンリトルってさ、うん、あれじゃん、足短いじゃん。うるせえな、シンプルにですね足短いじゃん、そのシンプルにさまあ胴が長いじゃん、結構、うんうんうん、でも胴が長くても、うん、結構まだ長いじゃん、うん、T シャツが、うん、まだまだある。だけどどんぐらいやろうな、身長的には。180とかある人って多分足長いけん。あー、どうなんかね、 XL ではないか、2XL かな、やっぱ180ぐらいあれば、うん、そうね、袖とかも、ね、大輔さんもさ着とったじゃん、ちょこちょこ、うん、あれは L？ 青木さんが 175cm でやっぱ L 着てるんですよ。あ、まあ、どっちもいけそうじゃね、まあ、XL、うん、そうじゃね、まあまあ、XL はやばいね。じゃあ結構でかいね。こんな感じですよ。 あとね、これね、裾がね、俺好きなんよ、こういうの裾、うん、こうなってる。ああ、ちょっと丸い、ちょっとあるね、あるね。そう、ちょっとね、こう丸いよ。若干丸いっすよね。そうそう、ここが丸みがある。そうそう、こうやってね、あるあるある。これちょっと可愛いよね。可愛いっす。まっすぐじゃないっすか、これ思ったポイント。そういえば忘れとった。大事ね。でもこれは今のこの昼間に着るもんじゃないな。今暑いもん。まあ、バイク走っとって、うん、来て降りたら暑いかな。でも夜が今寒いじゃん。夜さ、ここ最近めっちゃ走ってるけどさ夜やばいよね。やばい。俺ってこの前もう高知来たもん。高知ジャケット着てましたね。これでもこれ着とって、うん、下にちょっと長めのインナー着とって、うんうん、でもまあ全然いけたかな、うんうん、これからの時期ね、この、うん、走るんだったらまあこれ着て着とっていいかな、うんうん、走るんだったら走る。そうですね。走んなかったら前はちょっと暑い、暑いかも。もうちょっと寒くなってからがいいです。いいね、私いろんな方に来ていただいてね、うん、こういうシックなのもあれば、こういうポップなのも用意してるんで。はい、まあ帽子もね、帽子ね、これね、思った以上になんかかっこよかったよ。あ、でもキャップ人気だと結構早く売れ切れると僕思ってますよ、うん、正直被る人多いもん。多いよね。多いと思います。特にね、バイク乗る人、ヘルメット被りますからね。そう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 、髪が崩れたら、うん、ヘルぜひ被る。で、帽子は七部と比べて多分結構少ないんで、うん、そうじゃない、そうか、少ないですね、確かに。多分争奪戦になるとは思う。うん、間違います。まあぜひあのペースを見て、まあ、出るもんね。だって一応動画出とる時には多分出とるんやろ。ああ、いや、カミングスーの状態。あ、そう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 、そう、ああ、そういうこと、うん、まあそうですね。そうそう、それにしとかんとこれ動画見た後に見れんけ。そうですね。あ、で、あれか、マイさんがきっともうこれを黒のキャップと
これの赤を着用されてるのか、うん、準レギュラーね、準レギュラー、準レギュラー向島の舞ちゃんが165cm でしたっけ、で M でしたよね、確か M 女性は、うん、M 着用されてましたね。君身長何センチだ、165、一緒中肉中背なんか違ったね、うん、なんかやっぱ違うんじゃないか、うん、全然違う、ね、動画見てもらったらちょっとわかるかもしれん。だって俺も M ですからね。おい嘘、あれ M なんすか、うん、あ、M しか168で M す、やっぱ痩せんといけんね。いや、違うよ、君もう動画長いき無理よ。足伸ばすしかないよ。手術で、手術、足伸ばせ、うん、その間バイク乗れんで、あー足が、うん、手術しとるっけ、手術しとるっけ。はい、ちゅう感じでよかったら、はい、買っていただければなと思います、これ着てバイク乗ってください、秋楽しみましょう、よろしくお願いします、お願いします、お願いします。